スケールもきちんと弾いてくれて、正しい姿勢できちんと弾けるようになりました。できたね。そうそう、その調子。しっかり子どものサポートをしてあげることがピアノ上達にも欠かせません。今日もスタジオジブリの曲をエレクトーンとピアノでお届けします。練習すれば必ずいろんな曲が弾けるようになるんです。それではスタジオジブリの曲からミュージックスタートなのだ。
今度は隣のトトロやるトロより風の通り道をピアノで弾きます。何でもできるってとっても楽しいな。良い子の皆さんも自信を持ってね。ジブリの曲も何でも弾けます。ピアノ上達には初見力に拍の長さもゆっくりゆっくりリラックスリラックマリラックマリラックマ。手首や肩の力を抜いて筋肉や関節を痛めないように無理をしないで一緒に柔軟体操や屈伸運動を楽しむことも大切になってきます。子どもたちも正しい姿勢で実に興味を持って、これはどうやって弾くの、指番号合ってる、実にコツコツと家庭での練習も毎日できなくてもいいんです。きちんとやってきてくれるようになりました。靴の脱ぎ方もきちんと揃えて上がってきてくれる良い子、とってもお母様やお父様のご協力があってのピアノ教室です。毎日できなくても大丈夫です。先生がしっかり合ってるわよ、そうそうそれでいいのよ、できるじゃないといった言葉書きをしてあげることで子どもたちはまた頑張ろうと思います。それではまた後ほど。だるまさんが転んだ。最初はグッ、あじゃんけんぽん、たまご、あ3歳、あ7歳、あ9歳、シニアの方まで、手取り足取り、親切丁寧に指導しております。毎日楽しいサプライズに、ドキドキするように遊び心がたくさんでございます。ご当地クイズに、子供たちが知りたいこと、チューバは、低音楽器です。といったようにチューバはコントラバスとよく似ていて低音部を担当します。子供たちの興味や好奇心の心の宝でござる。それではたべきなのだ。